税商品とか、まあ、金融商品化できるんじゃないかなと思って、まあ、そういった可能性にかけて投資したということになります。熱血コンサル基礎産業。会長、うん、レオノトラの撮影に行ってまいりました。お疲れだったね、はい、なんかね。で今回はですね、なんと、うん、先にちょっと結論から申し上げるとオールになりました。初めてのオールだな。初めてのオールになりましたすごいな今回のその志願者さんはもうすでに本編の動画が流れてると思うんですけど、野添さん、ウィッグをつけることが当たり前の世の中にしたいという、うん、方だったんですけど、まあ、ちょっとまず今回の動画では、まあ、僕がなぜ出資を決めたかっていうところをちょっとお伝えして、後に会長の方からこのビジネスについての、まあ、いいところだったりとか、まあ、改善すべきところだったりとか、そういったところをちょっとお話ししていただきたいと思ってますんで、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います、うん、よろしくお願いします、ね、お願いします。で、まあ、このビジネスの概要についてなんですけど、詳しいところは本編の動画を見ていただけたらと思うんですが、ウィッグをまあ販売したいと。でしかもウィッグが3種類あって、既製品のものとセミオーダーのものとフルオーダーのものと、ウィッグの3種類があって、でその中でもセミオーダー のウィッグに特化して販売をしたいというプラン。その違いが何なのかというと、既製品はもう工場でそのまま作ったものをまあかぶせるだけと。でセミオーダーはその工場で作ったものをその人に合わせて、美容師の方だったりとかがその人に合わせてウィッグを切ったりとか、カラーを入れたりとか、パーマをかけたりとか、そういったことをすると。フルオーダーはもうそもそも作る時点から全部もうオーダーがかかっていて、そこからもう発注で自由に作るというところで、まあ、結構お値段はお高めらしい。なるほどねまあそれはそうですよね、まあ、頭の形からいくんじゃろうけどな多分採寸とか全部してからって感じに、ね、なると思うんで、ちょっと本編の方でお話を出てたんですけど、まあ、1つ100万ぐらいするとか。おお、すごいね。かなり高いらしいんですよ。マジでまあそういうのもあって、やっぱりちょっと低価格でいいものを普及したいという、うん、まあ、今回のビジネスプランなんですね。まあ概要はそんな感じなんですけど、じゃあ僕がその投資を決めたまあ理由というところなんですけど、やっぱりうちのチャンネル見てくださっている方は会長の方からこういった言葉聞くと思うんですけど、やっぱり投資は信憑性と持ち玉と、いうところがあります。信憑性の部分、もうすでにこの事業として実績があったんですよね、うんうん、なのでこの計画の数字がある程度出せるんだろうなっていう信憑性はありました、うん、持ち玉の部分、販売先がどれぐらいあるのかっていうところは、うん、まあ、ちょっと質問もあったんですけど、なかなかそこでどれだけいるかっていうのがちょっと分かりづらかった。まあ、うん、何件かはあるんだろうなみたいな感じだったんだよね。なるほどね、はい、うんうんうん、なのでちょっとやっぱりリスクは取れるけど、ちょっと全部出すのはちょっとそこまでは難しいかなっていう形で、まあ、100万というような判断になったというところです、うん、またこの事業を、まあ、今回のトラからの出資で回していった後に、まあ、さらにまた資金調達をかけて事業を拡大していかないといけないフェーズに入ってくるんですけど、まあ、そういった時にこの商材の価格帯がすごくいいなと思いまして、これが15万ぐらいの価格帯なんですけど、まあ、そこをちょっと節税商品とか金融商品化して、それで投資家からさらにまたお金を募ると、資金を調達するということもできるんじゃないかなと思って、そういった可能性にかけて投資したということになります。なるほどね。この話はまずあれだよな、やっぱりウィッグというかカツラだよね、要はね。そうですね、やっぱカツラはね、植毛とかと違って何がいいかというと、パッとこうね、もうかっこいい自分になれるわけよ。でもなんかあれよね、パッと変わった時になんかお前カツラだろうみたいな言うのあるじゃんか。まあそれはなんかドラスティックにこう変わったら、ね、ドラスティックに変わるのが嫌だからっていうので、昔アートネイチャーだったと思う、徐々にこう増やしていくみたいなのあったんや、知っとるね。ありますね徐々に増やしていくっていうカツラがあったんだね。だからそれぐらいやっぱりちょっと実を言うとなくならない商売なんだろうね、うん、いうふうに思ってて、普通だったらこう林さんみたいにさ、あっちのあれトルコの方だったっけ、なんか植毛を言っとったじゃんか、ね、お金持っとる人はみんなあっち行ってから植毛して、俺も植毛しようかな思うもんな、やっぱ。えそうなんですかそうそう、この辺りぐらいもうおじいちゃんになってきてるからね、俺もな。うん、
ね。やっぱりこうパッとね思ったような自分になるっていうところはウィッグがいいんだよ。やっぱいいですね。ね、でもこのリスクなんなんかっていうと、やっぱりその頭の大きさっていうところをちゃんと決めて作ったようなウィッグを作って、で最初長いわけだよ、セミオーダーだから。そうですね。でそれをこうしながらチョキチョキ切るから、美容師がお前下手くそじゃんかみたいな話になった時に、なかなか難しいっていうのはあるっちゃあるよね。こう顧客が定着しないというかね。そうそう、ね、やっぱり10万ぐらいするんで、うん、失敗しちゃったらもう取り返しつかないですもんね。つかないよね。だからまあ今2代目が言ってたように、投資商品にするっていうのは確かにいいんだよね。例えばさ、ウィッグを、まあ、1000個とかさ、うん、仕入れちゃうわけ、仕入れる権利というのをもうやり取りするわけよね。もう10万円のものを1000個こう仕入れますよみたいなね。ほんでそれをそのまあ投資家の方にお金を出してもらうと、これが一括償却って言うんだけど、一括償却がまあ効きますと。だから節税になりますよと。でそれを例えば1万円の例えば12回払いでやっていきますよというふうな話になるとするじゃんか。そうすると それをまた加盟店の人たちっていうかね、にそのものを流して、で加盟店の人たちも逆に言うと1万5000円の12回払いでいいよみたいな形にさして、一括だったらこの値段だけど、今ならこの、要はもうサブスクモデルだよね。そうですね。で俺思うけど、そのウィッグってずっとこうそれを使い続けれるかっていうと、耐久性の問題ってあるじゃんか。そうですね。何年かでしょうね、多分、うん、だからやっぱ回転すると思うんだよね、やってみてよかった人って。だから そういう意味ではいいんだろうというふうに、これまあ2代目いいとこ見たなというふうに思うね。なんかね、投資商品に大きく膨らませることができるというね。だけど問題点はその加盟店をどう作っていくかだよね。だってさ、美容室に来る人って基本髪の毛ある人来るじゃんか、うん、髪の毛こうやりながら薄くなってきましたねみたいな人を相手にするっていうのが潜在ニーズとしてどんぐらいあるかっていう話よね。そうですね。最近こう TikTok とかなんかで、うん、薄毛の男性にフォーカス当てて集客してる人とかいますからね。マジでこう残った毛をいかにこうなんかかっこよく見せるかみたいな。あ、だからその人は東京なんですけど、もう全国からお客さん来るみたいな感じで、なんかもうあれだね、なんかもう千春っぽくね、千春っぽく分かるね。何もなくなるじゃないですか。もう発展しないみたいな感じでこう、ああいう風にしてなんかキウイみたいなやつがいっぱいこうおってよ。でもキウイか普通のこのハゲ散らかしとるかっていうどっちかのとこが、実を言うと散らかしとる部分を整理してこう第三の道っていうのができるっていうのはいいよな、確かに。そうね。しかもなんかできるかできんか分かりませんような、なんかお薬を飲んだりとかさ、うん、ね、植毛をするっていうよりも即効性の効果があるっていうのは良さがあるんだよね、これね。やっぱりすぐ毛になりたいと、すぐかっこよくなりたいというし、で俺思うけど、これどっちか言うとその美容室っていう風なことを言ってるけど、実は言うと美容院の方が結構男の人が結構通うこと多いじゃん。そうですね。ね、年の人が結構行っててみたいな。だからそういういつまでもかっこよくなりたいみたいなね。だってこれ競争相手も割といる商売で、俺思ったのがAGA ってあるじゃんか、はい、あそこと競争するような感じになるよね。少々我慢しても半年我慢してももう自分の毛がいいって思う人がおるわけだ、うんうん、逆に言うと半年 AGA やっても効果がなかった人っていうのはやっぱこっち行くっていうところがあるから、そことこう組むってないかもしれない。そう、ね、AGA のその要は処方箋を出すクリニックに営業をかけてって、で そこから要は良くなかった人を、実を言うとこういう方法もありますよいうことで、聞くか聞かんか分からんけど処方しますよっていうんじゃなくて、聞かなかった場合こういう方法がありますよっていう、そうスケープゴートとして取っとくっていうのは絶対あるよね。ここ面白い話あってね、俺がね信用金庫時代に、はい、俺の友達がさお見合いをするからってことで AGA 始めたい人がおるんよ、はい、だけど俺の先輩がさ、そんなもん言ってからお前役に立つわけなかろうかって、その人もハゲとったんや、ね、これだけど、その人は結婚しとんよ、はい、だけど、その俺の友達がずっと AGA 飲んでる時に、その先輩がさ、一個ちょうだいって言って飲むわけよ。そしたら俺の分も頼むねみたいな、多めになんか処方してもらおうってからずっと飲んでたら、面白い話があって、その俺の友達は半年経っても
生えんかったんよ、はい、だけどその先輩はカッパさんだったんだけど生えてきだしてほいで奥さんになんかえらいこう桃になってきて生えてきたねみたいな感じで自分処方してもらってないんよ。だからそっちの方はなんかすごい生えてきだしてっていうことがあるから、だから聞く人と聞かん人はやっぱおるんだよね。やっぱね、なんかそういう中でやっぱりこう痩せたいっていうニーズと一緒で、うん、こう痩せるのもね最近はこうあるじゃん GLP-1 だったっけっていうね、はい、まあ、薬がありますね、薬があったりとかする中で楽をしてこうかっこよくなりたいっていう、まあ、ニーズっていうのがあってそこへフォーカスしとるんだろうというふうに思う、うん、だから潜在ニーズはやっぱ大きいんだよやっぱね。そうですね、あとニーズとしてはあれもあります、あの抗がん剤治療とかでどうしてもその髪の毛が変わってしまったりとか。それあるね、うん、本編でもその話はちょっと出てたんですけど、うん、やっぱり女性男性限らずやっぱりそういうこともありますからね、うん、やっぱり人の役に立つ商売だからいいんじゃないの、うん、これオールになってね。いやそうなんですよ、ね、非常にやっぱり見た目の問題ってやっぱりもうずっとみんな悩む問題ですからね、うん、これこの人も結構絡めて今後出たりとかいうのはありなんだよね。そうですね、今後、まあ、オールになったというところもあるので、あの進捗はちょっと引き続き見ていきたいなというふうに思っております、うん、そうだね。じゃあこの人はあれだね、もうぜひうちで金融商品化をやっていくということでね。でこの動画見とると今節税がいう人はちょっと一声かけとってね、俺がちょっとその用意をしとくからね。ちょっと僕らも設計せんといけないです、ね、設計して税理士先生と、うん、税理士の先生に一回うちの場合はまあ中見てもらってやってるからね。例えば今の話なんかでも一口いくらみたいな感じでそのカツラの、まあ、そのウィークの事業をみんなで手伝うよっていう感じで LLP 組むっていうのはありかもしれない、うん、有限責任事業組合っていう、ね、そこをこうみんなでこうお金出してでそれ手伝いますよということで一口100万ずつざーっと出してって、うん、それがカツラを買ってレンタルしますみたいな、ウィークを買ってレンタルしますみたいな、そしたらそのウィッグのその減価償却の権利、一括償却の権利をそのパススルー税制という形でこう流していくっていうことはまあできるから、うん、だからそこの部分もちょっと組み立て方としてあると思うんで、ぜひねうちで設計させてもらえたらというふうに思いますね。だって別で資金調達した部分はもう広告に使って販売先をどんどん取っていけばいい。そうそうそう。事業どんどん伸びますからね。テレアポの会社とかと一緒にやったりとか、あとあれだね、そういうことをやってる会社ってあるよね。インショップ型のフランチャイズ展開をやってる会社っていうのは実はあったりするんですよ、うん、まあ、そこと組んだりっていうのやり方絶対ありだと思うから、まあ、今後その辺ね伸びてきたらちょっとこの方はもうあれだね、もうぜひうちの個別面談コースっていうところかな、ちょっとぜひねうちで、まあそれはまあ別としてうちで個別にちょっとまたやらせてもらえたらと思いますんで、よろしくお願いします。今後もオール出たらええね、やっぱね。そうですね、うん、はい、夢のある話なのでね、まあ、オールを目指してちょっとうちも積極的に出していきたいと思っておりますんで、よろしくお願いします。お願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。